去年の10月18日にその短い一生を終えてしまった僕が大好きなギタリスト角真麻ちゃん、気がついたら早いもので1年が経ってしまいました。今日は麻麻ちゃんの、その麻麻ちゃんが旅立ってから1年ということで、赤い公園の僕が大好きな曲を紹介したいと思います。赤い公園はね、彼女たちがデビュー前後に共通の知人を介して知り合って、そしてやっぱりね、ポップなんだけど、ポップスなんだけど、その裏側にあるコアな部分とか闇の部分とか、とってもアイロニックな部分にとっても杉蔵は感銘を受けてしまって、意気投合してね、解散するまでとてもいい、とてもいい付き合いをねしてきました。今年の5月28日に中野サンプラザのライブで解散をしてしまったんですけど、大好きだった麻麻ちゃんのあの圧倒的な存在感ね、彼女は本当に僕から思う典型的な天才中の天才でね、その巨大な才能とクリエイティビティを多分自分でコントロールできなかったんだと思う。なんだけど未来につながる本当に素晴らしい作品をね、たくさん残してくれた麻麻ちゃん、彼女を追悼して杉蔵が衝撃を受けた赤い公園のデビューアルバム、2013年リリースなんですけどね、あえて今日は The Marvelous New Music のコーナーでこの曲を紹介させていただきます。聴いてください、赤い公園で急げ。短い人生を終えた麻麻ちゃんの才覚が爆発した僕の大好きな楽曲でした。当時のボーカル佐藤千明ちゃんのその本能というかプリミティブなね魅力が爆発していて、リズム隊の藤本ひかりちゃんと歌川奈穂ちゃんが暴発してグルーヴしまくっている、この楽曲を、そしてこのアルバムもとっても愛していました。こういうメールが来てます。僕は去年の10月上旬に角さんが杉蔵さんと一緒に出演されていたテレビの音楽番組で赤い公園を知ってからというものの、バンドの音源を遡って聞くようになりました。それからほどなくして彼女の訃報が届きました。聞き始めたのが遅くてお恥ずかしい話ではあるのですが、今までこのバンドのことを知らなかったことが悔やまれるくらいに、今現在角さんの残した素晴らしい楽曲たちに取り憑かれて毎日毎日魅了され続けています。そういう素敵なメールが来ていてね、音楽はその作った人がこの世から去ってしまっても半永久的に残る大切で愛おしいアートなんですね。大好きだった麻麻ちゃんの音楽、そして圧倒的なあのギターワークはこれからも多くの若いリスナーにね聞き継がれていくことでしょう。そう祈ります。麻麻ちゃんに追悼の思いを込めて。